アイカチャンネル。こんばんは、アイカです。今日はですね、こちらの収納を改善していきたいと思います。この前もですね、コメントいただきまして、収納はその後どうなりましたかっていうことでしたが、ね、もう全然片付いていません。はい、ね、もうこのありさまなので、今日はですね、どうにかしようと思いまして、ちょっとツールを2つほど追加しました。それがですね、こちらです。どう考えても足りないと思っていたこのネイルラックね、こちら買い足しました。これと多色パレットがもう増える予感しかしないので、パレットを立て出して入れることのできるこちらのラックをですね、 Amazon の方で購入しました。なので今回はですね、このツールを使って、ここの場所にもう溢れている、ね、行き場のない子たちの場所をね、作ってあげようと思います。じゃあ早速行ってみましょう。これをね、追加で入れていきますよ。はい、ネイルラックはこんな感じになりました。で、下のラックはこんな感じでまだ余裕があるので、この辺りに追加することができます。じゃあですね、この前あたりもね、置いていきますよ。この丸いコンパクトを立てているやつですね。で、アイシャドウパレット、チーク類ですね。この3段のラップ忘れてたので、ここに置きたいと思います。もうね、いっぱいなんですけど、このリップのラップを上に重ねます。今ね、ここだけできたので、あとね、どうにかね、片付けていきたいと思います。完成です。こちらからネイルラック、ね、丸いコンパクト類ですね。それからアイシャドウとチークで、リップとランのチークだったりとか、あとはシングルアイシャドウですね、ここに入れています。といつものね、ペンシルと、あとここはですね、アイブロウ系のアイテムとか、コンシーラー下地ですね、あとトムフォードのパレットなんかも入っています。ちょっとね、この中はまたおいおい片付けていこうと思います。で、ちょっとね、今行き場がないんですけれども、このスポンジ類と、で、ここにね、今セフォラとかでいろいろパレット頼んでいるので、それがここに入る予定ですね。これ入ったらすごいテンション上がりそう。で、こちらがマスカラとアイブロウとかですね、とりあえずここに今入れています。それとこっちはね、ほぼ毎日使っているブラシが入っています。こっ
はですね、毎日は使ってないけど、まあ、時々ね使うブラシを入れています。はい、ちょっとこの辺のね場所をまた調整しようと思います。まあ、こっちはねディスプレイ的な感じですね。BU とブラシと、あとはルブタンのネイルですね、と、まあ、ジョーマローのキャンドルがあって、ディオールのねフレグランスラインのアイテムがあります。はい、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。ね、一応ツールはね増やしたので、まあ、ネイルとねパレット類ですね、この辺はだいぶ数増えてもねいけるかなと思います。あとはねちょっともうリップがここギリギリになってきて、この前買い足したリップグローですね、それはこの辺に入れてるんですけれども、やっぱリップもねもう一つ大きいラックがあった方がいいかなと思うので、まあ、そこがね次の改善点かなと思います。あとこの辺りのね4色とか5色のパレットですね、これ入れるのももう一つね収納が必要になってくるかなと思います。なんですけれども、まあね最初の状態よりは改善されたかなと思います。というわけでね、しばらくはこの感じでいきたいと思うんですけれども、はい、今日はですね久しぶりに私のコスメ収納をご紹介しました。前回もね結構使いやすいツールとか教えていただいたんですけれども、今回ね初めて見たっていう方もこんなツール使ったらもっと収納しやすくなりますよとかアイデアがあればぜひ教えてください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。